皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、社風が大切というテーマでお届けいたします。本日、長野県の中央タクシーの会長をやってられる宇都宮恒久さんという方の講演会に参加させていただきました。演題は、感動のサービスだったかと思いますけども、一概にですね、感動のサービスと言っても、なかなか、こう、つかみどころがないと思います。長野県にある中央タクシーなんですけども、まあ、名前の通りですね、タクシー会社です。そして皆さん方もタクシーに乗ったことがあるかと思いますのでわかりますが、タクシー界っていうのは非常にこう、お客さんのトラブルがあったりとか、あとはですね、労働環境の方はですね、結構ね、過酷だと思うんですね。夜間勤務もあったりだとかね、早朝からの勤務もあったりだとか、いろいろ大変かと思います。そういったですね、タクシー業界の中にあって、もうこれは全国的に有名な宇都宮会長。私もですね、聞くのは初めてでした。でも非常に忙しい方で、講演直前にですね、会場入りされて、で講演が終わったらすぐ、帰って行かれるというですね、過酷なスケジュールの中ですね、1時間40分ぐらい、講演をされたんですが、その中で一つ、印象的なことがありましたので、皆さん方にお伝えさせていただきます。講演の中で、宇都宮会長がおっしゃられたのは、非常に経営理念というのが大切だということなんですね。中央タクシーの経営理念は、お客様が先、利益は後というですね、非常に短いながらもですね、商売の原理原則を捉えた経営理念を掲げていらっしゃいます。そしてその経営理念をもとに、検証とですね、言われるものがあります。中央タクシーの検証をちょっと読ませていただきます。我々は長野県民、新潟県民の生活にとって必要不可欠であり、さらに交通弱者、高齢者にとってなくてはならない存在となる。私たちが接することによって生きる勇気が湧き、幸せを感じ、親切の素晴らしさを知ってくださる多くの方々がいらっしゃる。私たちはお客様にとって、いつまでもこの上なく、なくてはならない人としてあり続け、この人がいてくれて本当に助かりますと思わず涙とともに喜んでいただける。我が社はそんな人々によってのみ構成されている会社です。というね。これが中央タクシーの検証です。もう憲法みたいな感じになってますよね。それでこのような経営理念だとか、検証を社内に浸透させるのが非常にですね、難しい。というのが現実ではないでしょうか。今日の宇都宮会長の講演の中で、経営理念を社内に浸透させるには社風が大切ですよという話が出てきました。この社風っていうのは目に見えないものなので、非常に説明はしづらいですね。その中でも印象的だったのは人間関係、要はより良い人間関係をまず社内に築かなくてはいけないという話がありました。人間関係の築き方っていうのは人それぞれ、それ、そして会社によってそれぞれあるとは思いますけども、人間関係がきっちりいっている会社で業績の悪い会社はないとは思います。ただこの人間関係にはですね、緊張と弛緩っていうのがあってですね、仕事ですよね、あくまでも会社は。ですので、人間関係うまくいってるというのと、弛緩、要はダラダラやるっていうのは、これは別問題です。かといって、一方的に経営者からノルマを与えられて、とにかく緊張感ばっかりでも、中で仕事をするというのとまたちょっと違うと思います。やはり節度というのがあって、緊張感がありながらも、そのリラックスした時間も時間というか、そういった雰囲気もあると。だけど仕事に関してはダメなものはダメときちっと言えるとかね、それを見て見ぬふりはしないっていうね、こういうことが正しい社風ではないかなと思ってしまうわけです。経営理念がなかなか社内に浸透しない
っていうのでお困りの経営者も多いと聞きます。その方はですね、宇都宮常久さんの講演とかね、そういうものを聞かれて少し学ぶとヒントが多いのではないかなと思います。その中で今日、宇都宮会長が言ったこと、社風が非常に大事だと、経営理念を浸透させるには、このことをですね、ぜひ、肝に銘じて、社風作り、経営理念作りも大事なんですけど、社風作りということをですね、一生懸命ちょっと考えてみてはいかがかなというですね、今日のお話です。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらにですね、商いはカドカドチャンネルの登録のバナーがありますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。